じゃあなぜ放置されるのかと、まあ、いくつも要因はもちろんありますけども、まあ、一つがですね、メソッド不足というところですね。どうやるのかわからないという問題でございます。もちろんあの重要性がありますし、問題があることはわかるけども、どこに手を どこから入れていいのかわからないというところですね。はい、まあ、あとは低い課題感と誤った課題認識というところで、そもそもここの課題認識が弱い、というところももちろん一つの原因でございます。まあ、あとは人的なリソース不足ですね。もちろん、まあ、今の生産性が低いからこそ、まあ、このような問題が起きているわけですが、まあ、生産性、が低いと、つまりリソースが不足しているからこそ、このような問題にもどん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 後回しになってしまうというところも一つ原因として考えられます。はい、で米印書きましたけども、まあ、非物質的な阻害要因が存在することもと。でこのような問題に手を入れるとなったときに、じゃあ例えば、IT の問題だったり、人的なリソースの問題だったりとか、それだけじゃなくてですね、まあ、そこで上で書いたような低い、課題感だったりとか、問題意識だったりとか、あとは駐在員のやり方等々でそれらが阻害要因になって、ここの改善が進まないというところも一つ、まあ、最も大きな問題として挙げられるというところですね。はい、はい、で次ですね。じゃあ実際今、議論された、標準化すべき仕組み化すべき、まあ、経理部門が何をしているのかということでをお話しさせていただきますと、いわゆるですね、月中の業務と月末の業務というものが、まあ、ご存知の通りございました。月中の業務というのは、いわゆる現金の管理だったりとか、店舗記帳、インボイス業務、経費の支払い関係、売上の記帳及び消し込みと。あとは税金の計算、支払い、給与計算等々ですね。これらが月中の業務ですね。で、月末何をやるのかというと、いわゆる締め作業でございます。売上売掛金の締め処理、仕入れ仕入れ債務の締め処理と、月次の在庫の棚卸し、製品関係の締めを行うと、固定資産の減価償却費を計上する、その他勘定の締め処理を行うことによって、まあ、月次の資産表を完成させて、月次の BSPL、キャッシュフローといわゆる皆さんがよく目にする財務諸表というのが手元に届いてくるというところですね。これらが月末に行う業務でございます。で、経理部門というのは、まあ、1ヶ月の間でこのような業務を行っているというところですね。で、この後は話しますが、じゃあ経理部門の仕事の中身として何を月中業務にして何を月末業務にしているのかというのも非常に生産性を高めるためにポイントになってくるテーマでございます。この後詳しく説明させていただきます。はい、何をするのかと、何をしているのかというのは もちろん分かりましたけども、じゃあ 何のためにするのかという目的の部分ですね。まあ、先ほども言ったようにですね、まあ、月中の業務をいわゆるインプット作業等々、会計データの入力等々をして何をしたいのかというと、まあ、それを集計してですね、月次の経営成績を明らかにし、予算と実績の分析をすると、もしくは、戦略的な意思決定に活用するというものが、そもそもの目的でございます。なので、非常に経緯というのはですね、あの会社の経営の PDCA を回すために最もベースとなるものでございます。で、海外子会社を経営する上で、何をすべきかというお話、何が一番大事になるかというお話になりますけども、まあ、いつも弊社はですね、あの経理といわゆる会計ですね、会計と、まあ、HR が一番大事になるというところをお話しさせていただいていますが、まあ、それが一番ネックとなるベースとなる部分でございますというところですね。はい、でその下にですね、松下幸之助さんの言葉を書きましたけども、まあ、経理の乱れは経営の乱れという言葉もございます。それほど重要なのが経理というところですね。はい、なのでそのような、重要性を認識しているのかどうかというところですね。まあ、あまりインド人の、まあ、新しい社員に対してはここはあまり期待できない部分ではございますけれども、まあ、会社として根気強くフォローアップして、
ここの認識を強めていくという部分も一つ大事なポイントでございます。はい。であとですね、じゃあ何のためにするのかと、で標準化仕組み化統制強化何のためにするのかというところですけども、まあ、それがですねそっくりそのまま月次決算のスピードに、つながってきます。で月次決算のスピードはですね年次決算つまり監査ですね監査の完了スピードに そっくりそのまま依存してきます。なので、まあ、月次の業務の標準化仕組み化ができている企業というのは監査スピードも非常に速いというところですね。なので監査が毎回遅れてしまっている企業というのは何らかの原因が月次の経理部門の仕事にあるというところですね。